ートレース多摩川第12回クイーンズクライマックス4日目のシリーズ予選も残り半分となりまして、第7レースのメンバーピットアウトしました。ここは1号艇中里優子、2号艇柴田桃江、3号艇西橋奈美、4号艇樋口ゆかり、5号艇土屋みなみ、6号艇魚谷香里による競争です。1、2、3、4、5、6と待機行動枠なりで進んでいます。端幕近辺には絶好枠1号艇中里優子、そしてこの奥には2号艇の柴田桃江です。このレース勝てば1着 5.17 まではポイントアップします柴田。さらに後方には得点率トップを走ります3号艇西橋奈美、勝てばこの後待たずに予選首位通過が見えてまいります。さあ3艇は船を引いていきました。前半5着という4号艇樋口ゆかり、2走目ピストンリング変えての競争、そして5コースには1着 5.43 の勝負がけ5号艇土屋みなみ、サイアウト6コース6号艇魚谷香里、予選クリアへ念のため大敗は避けておきたい大外1回走りです。さあこの6名7レースシリーズ予選競争スタートまで10秒切っています。並び位置から 1、2、3、 ダッシュが4号6です。7レースのスタート、1番の中里後手を踏んで2番柴田もちょっと苦しいところからですが、まず2番柴田が巻き切って3番西橋が差し込んで、この西橋が抜け切るか、5番土屋、6番魚谷も鋭い。さあバックストレッチ突破の水は6番魚谷、5番の土屋、3番西橋、この辺りからスタートは正常です。1番中里、2番柴田はこの後方やや遅れて並走状況。さあ6番魚谷が初勝利になるか、5番土屋が差し込んでくるがよれて膨れて、3番西橋全速ターン、負担に絞られましたがわずかに大谷のせいで戻ってまいりました。2周目です。3番の西橋がすぐ外、3番手単独の5番土屋となっては2周1マーク、6号艇大谷くるり小回り、大谷がここで退けますか、3番西橋が遅れを取っています。先頭6号艇大谷がリードを築いていきました。2周バック中間地点です。さあこれを追っての3番西橋、あとは5番の土屋の体勢、ばらけた感がありますけれども、2周2マーク、3号艇の西橋が後席をまたいで本命へと折り返してまいります。6号艇の魚谷トップ変わらずですが差を詰めてきました。3番の西橋で最終周回です。水が相手は5番の土屋、さらに後方2号艇1号艇接戦、最後方4号艇です。さあ3号艇西橋ですけれども、もう一度差しますか、ここは後席の外を続きました、攻めあぐれました。6番の魚谷が先頭のままで最後のバックストレッチです。大外から差しのハンドル打ち伝いにという競争、突破争いしぶとさを見せたこの魚谷、3番の西橋が最後も差し込んでいきましての直線も魚谷が粘りそうです。6、3、5の体勢で折り返してまいりました。後輩と先頭6番魚谷合輪、3番西橋合輪、そして5番の土屋合輪です。後方で2番1番4番合輪です。以上第7レースシリーズ予選でした。